ああ、盛岡商業高校対遠野高校決戦であります。伝統の延長決戦は延長前戦ってなんと得点なく、先攻は盛岡商業です。8番藤村啓太、対しますのは遠野高校1番の佐々木翔太となります。果たして全国大会出場を勝ち取るのはどちらでしょうか。まずの1勝の1人目、藤村啓太。ようやく、さあ藤村、今日戦いました森翔一人目失敗。今回しますは遠野高校10番山本恭平です。キーパーはドイツヘッド、2年連続の PK 戦ということになります。今年も負けてしまうか、それともリベンジを果たすか。盛岡商業は最後来ました。これは7番の上野。さあ今回しましては試合中一番いい流れを見せましたキャプテン柳田豪志、2名登場です。7番一年生の花坂直人です。見えます
した田中さん、アウト。これで3分の2。さあ、こちらは、小山。25番の小山と、さあ、土井に対峙します。ここで森昌万の実践4人目は谷村健一。ここで回し外すと森岡商業、今年も PK で負けてしまいます。さあ、谷村 U16 代表候補にも入ったグルージャジュニアユース出身の1年生。さあ、どうだ、決まりました。ちょっと佐々木翔太流れた感じですが、しかし、大野もリードしております。山口です。山口です。さあ、どうだ、これで4人目を置いて大野が4人全員成功。ラストはこれは盛り合いですか。いや、佐々木ジュニア、森岡商業、これを失敗すると今年の PK に散ることになります。勝ちたいフミヤ、負けられない翔太。さあ、どうだ、1で決めました、佐々木ジュニア。佐々木翔の5番の大田市の熱さです。この大田市の熱さが決めれば翔野の勝ち。さあ、土井止めろ、土井秀人、去年の悔しさを思い出せ。大田市の熱さ、ここは決めたい。さあ、どうだ、これで決まるか。この高校、全員コラで、一致団結の力で、絶対本命森翔を、徹夜しました。